自覚症状があまりなく眼科を受診して指摘されて気づくことも多いんですよ。僕もじゃあ眼科に行かないとわからないところですよね。うん、定期検診はしようね。はい。どうもコンタクト社長吉田忠でございます。さあ始まりました。あれ社長、今回いつもとテンション違うんですけど、どうしました？そうなんです、今回は皆さんにちょっと真剣にお話をしたいと思っています。テーマとしてはコンタクトレンズのトラブルとそれが引き起こす目の障害についてです。コンタクトレンズのトラブルですか？やっぱりコンタクトって目に直接入れるものですからね。初心者のうちは丁寧に扱うんですが、慣れてくるとだんだん雑になってくるものなんです。確かに僕もめちゃめちゃコンタクト歴長いんですけど、ちょっと雑になってきてる感がありますね。それが原因で様々な眼病を引き起こすことにもなるんです。今回は目がどんな状態になるのかの画像を添えて紹介してきます。ショッキングな写真も出てきますので、苦手な方は閲覧注意でお願いします。それでは行きましょう。コンタクトレンズは取り扱う際様々なトラブルが予想されます。まずはそれらを紹介します。最初は爪による破損ですね。取り出しやこすり洗いの際に爪が当たり破れることがあります。レンズは柔らかいので爪が当たらないように優しく取り扱ってください。爪が当たるとこのようにはっきりと傷がついてしまうので注意してくださいね。続いてのトラブルは開封ミスによる乾燥。ブリスターを切り離す際に隣のブリスターの接着部が開いてしまうことってたまにありますよね。そうなると保存液がこう蒸発して乾燥してしまいます。しかしもったいないからといってついつい使ってませんか？乾燥したレンズは絶対に使わないでくださいね。続いてのトラブルがケースによる破損です。これはハードレンズなどによくあることですね。ケースの蓋にくっついてしまったりなどレンズが破損する場合があります。レンズがケースからはみ出してないことを確認してから蓋を閉めてください。もう一つハードレンズで言うと白濁汚れです。このように目の脂質やタンパク質が付着しレンズが白濁することがあります。こすり洗いやタンパク除去を行ってください。汚れがひどい場合は新しいレンズに交換してくださいね。意外といろんなトラブルがあるんですね。そうですよ、眼球はデリケートですからね。ここからはこれらのトラブルを無視して掃除を続けると目がどういう状態になるか画像を交えて紹介していきます。かなりショッキングな画像もあるので注意を。一つ目はソフトコンタクトレンズにおいて汚れの付着したレンズによるすれ、涙の量の低下、酸素不足なので起こるコンタクトレンズによる眼障害の中では頻度の高い症状です。こちらは天井表層角膜症と言います。角膜は大きく分けて3つの層、上皮、実質、内皮から形成されています。天井表層角膜症はその角膜の上皮一番外側の部分に細かい傷がついた状態です。それってどういう症状なんですか？細かい傷がたくさんつくことで角膜がすりガラス状になってしまい、ゴロゴロしたり見えにくくなったりすることが多いです。2つ目は外傷、異物混入、コンタクトの不適切な使用など外的要因で起こる症状です。こちらは角膜上皮糜爛と言います。角膜上皮の一部が剥がれた状態になります。先ほどの天井表層角膜症が悪化して発症する場合もあります。これってどんな自覚症状があるんですか？異物感や痛み、充血などを伴います。十分に気をつけてくださいね。3つ目はレンズの素材やフィッティング、装用時間などが関係する症状です。こちらは角膜血管新生と言います。角膜の周りの組織から血管が侵入し角膜中央に向かって伸びる症状です。これは角膜の慢性的な酸素不足が原因で起こります。
主にソフトコンタクトレンズの長期使用者に多く見られる症状です。これちょっと僕怖いですね。だよね。どういう症状なんですか？これね、自覚症状があまりなく眼科を受診して指摘されて気づくことも多いんですよ。僕もじゃあ眼科に行かないとわからないところですよね。うん、定期検診はしようね。はい。4つ目はレンズの汚れや慢性的な刺激などが原因で起こる症状です。こちらは巨大乳頭結膜炎と言います。上まぶたの裏側が赤くなりブツブツができるアレルギー性の症状です。かゆみや目やにを伴い症状が進むとまばたきのたびにコンタクトレンズが上の方にずれやすくなります。レンズがしっかりと真ん中に安定しなくなってきますよ。どうでしたか？いずれも外的要因以外はコンタクトを雑な状態で扱った結果の症状が多くなっています。清潔な手で扱うなど当たり前の取り扱いを心がけてください。それでは素敵なコンタクトライフをお過ごしください。ということで今回はここまで。この動画に満足いただけましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。爪が当たるとこのようになります。あ、指、親指でちっちゃい流れです、流れでしょ